で京都市は皆さんもご存知のように文化的歴史的な町です。今日仁和寺の前でお話ししていますけれども、仁和寺はですね、自然と、歴史的な建物が一体となった、素晴らしい景観を誇って います。今回ですね、問題になっているのが仁和寺の前の大型ホテルの建設です。で、この建設は通常ですね、認められないものなんですけれども、京都市が特例で許可してしまいました。仁和寺は世界文化遺産にも指定されていて、周辺環境の保全も義務付けられているところです。特例の許可をやはり取り消していただきたい、取り消すべきだというふうに思っています。今回市長候補となっている福山和仁さん、これについては、反対だというふうにおっしゃっていますので、私はこの点だけでも福山さんを推しています。で、また京都市、この問題にも限らず北陸新幹線の延伸問題が浮上しています。で、延伸計画はですね、京都市のど真ん中を通るような、ルートとして計画されています。ほとんどがトンネル地下を通るという計画ですので、大量の土砂が、発生するというふうに言われているところです。土砂に含まれる、汚染であったりとか、あと土砂そのものが大量にあるために、そこの捨て場がないとかいう問題が浮上しています。この問題にも福山さん、計画の見直しを訴えられていますので、私は福山さんの政策を大いに支持しているところです。